レーナ、どこへ行ってたんだ？あの男と話をしてきた。もうリナさんは二度とこの家に来ない。だからあなたも来ないでって言った。だからあいつはもう来ないよ。そんなのでおとなしくしてくれるやつじゃないぞ、きっと。レイナもしばらくは用心した方がいい。お父さん、はい。ほっぺた、すごい腫れてるよ。ああ、ありがとう。私が片付けるからいいよ。掃除機持ってくるね。レイナ。お父さんが悪かった。ごめんな、本当に。仕方ないよ。あいつらは騙すのが生業だもん。だから、お父さんは騙されただけだよ。レーナはあいつらがそういう連中だって知ってたのか？うん、最近だけどね。言っても信じてくれないと思って言わなかった。ごめんね。お父さんは母さんとの離婚で落ち込んでいるところをつけ入られたんだよ。お父さんは本当にダメなお父さんだよな。
お父さんは、お父さんであることを忘れちゃってたんだ。本当にどうかしてた。いいよ。お父さんがそれに気づいてくれたなら、お父さんはお父さんなんだよ。私には一人しかいない。最後の肉親なんだから。お父さんは今日からしっかりするからな。でもお父さん、目玉焼きを焼く前にサラダオイルは敷いた方がいいと思うかな。あはははは、久しぶりの台所なんで。だけなら美味しそうだよ。あとは味だね。やっぱり食事はレイナがやった方がいいかもな。これじゃかえって悪い気がする。お父さんが仕事で忙しくなったらまた私が変わるよ。お父さん、仕事を探してみるよ。今日は食案に行ってこようと思う。
それはいいね。こんな年で体力もないからな。いい仕事があるか不安だよ。どんな仕事ならいいの？事務の仕事がいいけど、この年じゃなかなか雇ってもらえないだろうな。私の友達に聞いてみるよ。みーちゃんはこの辺りの大地主のお嬢さんだから、ひょっとすると紹介してくれるかもしれないよ。いいよいいよ、仕事くらい自分で探すよ。その程度にはしっかりしないとな。じゃあ、私、学校行くね。ああ、行ってらっしゃい。お父さんは母さんとの離婚の後ずっと寂しかった。でもお父さんはレイナと一緒だから寂しくなんかないんだ。そうだ、最初から寂しがることなんか何もなかったんだ。お父さん、それを家族って言うんじゃないかな。そうだな。そんなことを娘に教わるようじゃダメだな。じゃあ、ケイチ君を待たせてるからもう行くね。行ってらっしゃい。ああ、そうだレイナ、今日はお父さんが夕食を作るぞ。食案に行くついでに買い物をしてくる。朝食みたいな失敗はしないから楽しみにしてるんだぞ。
よ、おはよう。おはよう。遅れてごめんね、ごめんね。いいってことよ。普段は俺がレナを待たせてるんだからな。たまには俺を待たさせろ。ずいぶん遅くなっちゃったね。早足で行った方がいいかな、かな。そうだな。チャキチャキ行こうぜ。さもないと走る羽目になりそうだ。みーちゃんさすがに先に行っちゃってるかな。待ってるだろう、絶対。俺たちは仲間だぜ。絶対に見捨てないし、勝手に行っちゃったりはしないよ。それはそうと、今日は朝からいいことでもあったのか？え？どうしてかな？いやさ、今朝のレナは普段にも増して上機嫌そうだったからさ。特別なことでもあったのかなって。それがね、聞いて聞いて。朝食をお父さんが作ってくれたんだけどね、それがね。なんだよ、目玉焼きはそれで正しいだろ。サラダオイルってのはサラダに使うもんなんだろ。教えてあげようっと。なんですって？それは許しがたい暴言でございましてよ。おお、上等だぜ。そこまで言うからには直接対決も辞さない覚悟だろうな。おうおう、盛り上がってるじゃない。なんなら今日の部活さ、さとことけいちゃんで外馬行こうか。
ちゃん、外馬って何かな、かな。ああ、外馬ってのはよ。つまり、俺と佐都子だけで賭けをするってことさ。部活の順位がそのまま勝敗になって、負けた方は俺たちだけのペナルティを課す。つまり、どっちが勝っても負けても、僕はとっても楽しいのです。どうする、さとこ。あらあら、素敵な勝負でございますことよ。部活にビリで罰ゲームな上に、さらに私に負けてダブルで罰ゲームなんて、こんな素敵なことがございまして。よし、さとこ、よく受けたね。よっしゃ、今日の部活は2人の外馬付きでやろう。部活の種目より罰ゲームを何にするか考える方が楽しいのですよ。確かに楽しいよな。さとこがどんな悲惨な目に遭うか、今から想像できちまうぜ。それはケイチさんのことでございましてよ。むにゃー、むにー、やりましたわね、むにゃー。ほらほら、二人とも、勝負はまだ始まってないって。皆さん、お待たせしました。それでは帰りのホームルームを始めますよ。じゃあ、うん、なに？ケイチくんとサトコちゃんがとても盛り上がっているところで申し訳ないんだけど、ごめんね。ちょっと今日も用事があってすぐ帰らないといけないの。え、そうなの？もう、用事じゃ仕方ないな。お家の仕事？うん。家事ってんじゃ、おじさんは口出しできないな。うちはお手伝いさんに全部任せっきりだからね。たまにはみーちゃんも家事手伝いとかすればいいのに。きっと花嫁修行になるよ。ご安心を。万事その手のスキルに関してはつつがなく習得済みですので。
なんだよ、レナ。帰っちゃうのかよ。あら、圭一さんが恥ずかしい格好で職員室にお伺いしなくちゃならないところをご覧になりませんの？見物なのに残念なのです。うん、ごめんね。昨日も家の用事だったじゃねえかよ。何かあったのか？うん、ちょっとね、いろいろ。もう何日かかかるかもしれない。じゃあ当分レナは部活に参加できないかな。かもしれない。なるべく早く復帰できるように頑張る。その用事は俺たちには手伝えることか？例えば古い家具を運び出すとか、そういう力仕事なら言ってくれ。応援に行くぜ。家の模様替えとかかい？おじさんたちみんなで手伝うよ。レナさんの家のお手伝いで優劣を競うのもありですわよね。多分お手伝いしない方が優勝なのです。みんなありがとう。気持ちだけもらっておくね。じゃあ仕方ない。竜宮レナを本日付で我が部より戦線離脱とする。お家の仕事が片付くまで休暇とするので、英気回復の上再び戦線へ復帰することをここに命ずる。まあ4人なら4人で遊べるゲームもあるしね。そうだそうだ、ケイちゃんは麻雀とかできる？おう、任せろ。親父の仕事関係の人たちの宅に無理やり混ぜられることもある。もちろん私たちは麻雀だって精通していましてよ。パイの背中が竹だってのがなんだか怖いよな。
まさか乾杯ってことはないだろうな。さて、どうでございましょうね。圭一さんには以前のジジ抜きの時に手痛い思い出がございますものね。まあ多少は傷もあるだろうね。安物のパイだしさ。そのくらいの要素がないと我が部らしくないでしょ。ミイ、赤は何枚混ぜるのですか？6つ？ことしないって。でも着想は面白いね。そういう手もあるか。なるほどなるほど。よしよし、パイをみんな表にして並べてみよう。ほれほれほれ。あれ？おい、誰かのとこにチュンが一個隠れてないか？ピンズとソーズの6が一個ずつ足りないですわね。あら、マンズの6も一個足りませんでしたよ。なんだなんだ？随分と足りないじゃないか。そうだった。ちょいと待って。はいよ、まずはチュンね。あとの3つはどこだったっけな。おい待てミオン、どうして麻雀のパイが教室のあちこちに隠してあるんだよ。にゃははははまあまあ。
確かに圭一さんと勝負をつけるなら種目は何でもいいわけでございますけど。もうちょっとまともな種目がいいですわね。同感だな。それにこの教室に本当にあるかも怪しいんだろ。多分あると思うんだよ。あるいはおじさんが懐にしまったまま帰っちゃって洗濯機の脇に置いてあるとかかな。何よ。教室宝探し対決じゃ不満？つうかミオンのイカ様の後始末だろ。お前の責任でやれ。部活を私的に使うな。ブーブー。じゃあどうする？麻雀は無理だしね。他何する？である人。じゃあさ、みんな、パイの宝探しが嫌ならさ、もうちょっとでっかく宝探しをしようじゃない。宝探しといえばレナのお家芸。ってことはダム現場のゴミ山か。あそこってあんまり行ったことないんですけど、結構広いですわよね。あそこはバラバラ殺人の幽霊が出るから近寄らない方がいいらしいのですよ。上等じゃないの。そのくらいの演出つかないと宝の山としてはインパクト弱いよね。へえ、そんな噂あるのかよ。確か主犯が未だ逃走中。そいつの隠した腕一本が未だ見つからないとか言うんだろ。その腕を探して監督さんが幽霊になってさまよっているという噂があるのです。
お年にもなって恥ずかしいですわね。僕は巫女ですから、見たくなくても見えてしまうのですよ。うわ、なんだよそれ、霊感ってやつか。確かに見える人には当たり前のように幽霊が見えるって話聞いたことあるな。バカバカしいですわね。リカと一緒にずっと住んでますけど、そんなの一度も見たことありませんでしたよ。サトコに見えてないだけなのですよ。サトコがお布団で寝てるときはいつも、ニパー、リカ、そこで笑ってはぐらかさないでくださいませ。私が寝てるときは何なんですの。私も含めてなんだけど、ダム戦争の後に好き好んであそこに出入りする人はいないんじゃないかね。レナくらいだよ、楽しそうにあそこで遊んでるのは。レナの怪異モードの前に幽霊が出た日にゃ、彼岸の向こうからでもお持ち帰りされかねんな。確かにありそうですわね。じゃあ決まり、今日はゴミ山探検にしよう。幽霊を見つけられたら優勝。辞典は隠された右腕。その次はじゃあレナが気に入りそうな何かだね。レナに見せて白黒をつけてもらうってことでどうよ。あはははは、私は優勝でケイツさんはビリで、ダブル罰ゲームが楽しみですわね。おいおい、サトコいいのかよ、優勝ってことは幽霊。ちょっとやめてくださいませ。暑苦しいですわ。僕もお化けが怖いので行きたくないのです。もっとは何ですの。私は全然怖くなんかありませんわよ。
では行くよ諸君。出撃準備。これで全部かな。さっきまでね、野豪地の方に行ってたの。袋を埋める場所を探しに。絶対見つからない場所に隠そうと思うと、なかなかいい場所が見つからないの。自分の家の庭に埋める方が、むしろ安心じゃないかな、なんて考えたりもしたっけ。でも、それじゃあやっぱり危ないよね。お父さんが突然、家庭菜園をやりたいなんて言い出すかもしれないもん。やっぱり、遠くの山奥がいい。あの女を、たとえ死んだ後でも、お父さんに近づけたくなかったし。
人殺しはいけないことだってことは、私だって知ってるよ。したくなんかなかったし、これからだってしたくないと思ってる。でもね、これが最善の努力だったって信じてるし、私は悪いことをしたなんて、これっぽっちも思ってない。私は幸せで平穏な生活を取り戻すために、神様から与えられた等しいチャンスの中で最大限に努力しただけ。製品であれば不幸せでもいいなんてのは、満たされた人間の綺麗事だよ。その精一杯は世界中の誰にだってけなせない。むしろ私を褒めてほしいくらい。讃えてほしいくらい。リュウグウレナは自らの運命と戦った。打ち勝った。でもレナ、どうして、どうして俺たちに相談してくれなかったんだよ。相談？そうだよ。俺たちは仲間だろ。仲間ってのは何があっても無条件で味方になってくれる家族同然の存在じゃないのかよ。俺たちに相談してくれれば何かの力になれたかもしれない。そうすればレナは自分の手を汚さずに済んだかもしれない。ケイちゃん、今はそんなこと言っても。いや、頼む、言わせてくれ。喜びだって苦しみだって分け合うのが俺は仲間だって思ってる。だからレナが相談してくれたら、きっと今よりもより良い未来へたどり着けていたと信じてる。より良い未来？そんなのないよ。これが最善の未来だよ。嘘だな！
だってその証拠に、レナはさっきから泣いてるじゃないか。は？誰が？私が？いつ涙を流したの？今だよ。ずっと流してるじゃないか。自分で分かってないのか。私は泣かないよ。誰が泣くものか。私は正しいことをした。最善の選択をした。それでどうして泣かなくちゃならないの？ケイチのバカバカ。何を言ってるか全然わかんないや。それが泣いてるって言ってんだよ。じゃあいいよ。ケイチ君の言った通りにしたとしてみよう。私がみんなにお父さんとあの女のことを打ち明けた。さ、どうしてくれるの？まずは、まずは何？ケイチ君は去年を知らないんだよ。去年？そう、去年、昭和57年6月、私と同じように人を殺めることでしか抜けられない不幸の迷宮に閉じ込められた人のお話を。ケイチ君はあまり知らないよね。北条サトシ君のことは。サトシ君もね、私と同じだった。ただ幸せで平穏な日々が欲しかっただけ。妹と静かに暮らせる生活が欲しかっただけ。
ケイチ君も去年殺されたサトコちゃんのおばさんがどういう人だったかは噂聞いてるよね。北条家のトラブルはね、雛見沢では誰もが知っていたんだよ。おばさんがヒステリックで誰かで関係なく食ってかかることも、サトシ君とサトコちゃんを意味もなくいじめていたことも全部ね。もちろんクラスの誰もが知っていた。御三家の当主跡継ぎであるみーちゃんとりかちゃんだってもちろん知ってたし、さとこちゃんに至っては当事者だもんね。圭一君の言う仲間たちは雛見沢の誰よりもよくさとし君の辛さを分かっていたはずなんだよ。それで結果はどうだった？誰かがサトシ君を助けてくれた？ううん、誰も助けなかった。みーちゃんは一番力があるくせに、村のしがらみがどうとかよくわからない理由でケムに巻いて、結局無責任な同情の言葉をかけて傷つけるだけだった。そんなことはないよ。サトシ君は分かってたよ。みーちゃんが口ぶりだけは同情してるふりをしながらも全然助ける気がないことを分かってた。だからサトシ君はね、途中からみーちゃんのことを嫌うようになったんだよ。普段は仲間だとか友達だとか言っておきながら、結局は北条家をいじめる園崎家の一味でしかなかったってね。私は別に。何も救わずに放置した。サトシ君の助けてほしい思いを同情という言葉で拒絶したんだ。それがどれほどサトシ君を傷つけたか分かってる？それはリカちゃんも同じだよね。
リカちゃんは確かにミーちゃんに比べたらその発言力は微々たるものかもしれない。でも神社に出入りしてるお年寄りたちにとても大きな発言力を持っていたはずだよ。リカちゃんにもできる努力があったのにしなかった。リカちゃんも結局はミーちゃんと同じ。哀れみの表情を浮かべて小娘を装っただけだった。するのはサトシ君やサトコちゃんを慰めるだけ。その根本原因に対して何の手も差し伸べようとしなかった。そんな無慈悲な哀れみがどれほど残酷だったか想像できる。サトシ君が欲しかったのは救いだった。誰かに助けて欲しかった。自分の力だけではどうしても抜け出せない苦境だったから、首まで沈もうとする沼の中で精一杯手を伸ばして誰かに掴んでもらうことを期待していたんだよ。そうね。サトシたちを救う方法がわからなかったから、慰めることしかしなかった。それにかまけ、救う何かを探し続けなかった罪は否定しないわ。分かってるじゃない。そしてさとこちゃん、あなたに信じられるかわからないけれど、あなたの罪はとても重い。信じてくださるかどうかは分かりませんけど、ちゃんと気づいてますのよ。その罪、そうなんだ。ニーニーがいなくなってしまったあの夜に気づきましたのよ。それをどうしてニーニーがいるうちに気づけなかったのか。わかるよ、その気持ち。後悔した時にはもう遅いというのは、私も同じだったから。だから私は同じことがもう一度起こったから、今度は戦った。サトコちゃんのその罪は、きっと将来贖えるよ。
その罪に気づけたなら、きっとね。それでも、もうニーニーは帰ってきませんのね。これが私と同じ苦境にいた昭和57年のみんな。サトシ君は自分を助けてくれそうな人たちにはみんなに全てを話したよ。助けてほしいと言ったし、辛いとも言った。打ち明けた。相談した。転校してきたばかりの私にまでね。それはみっともないことじゃない。本当に不幸な人はね、必死なんだよ。サトシ君は自分でも懸命に頑張ってた。それでもどうにもならないからみんなに助けを求めた。ずっと求めてた。でもね、これが圭一君の言う無条件で味方になってくれる仲間たちの体たらくなんだよ。仲間なんて楽しくてどうでもいい時間を一緒に寄り合って過ごすだけのお友達。本当に辛い時に味方になってなんてくれないんだよ。昔からそうだったよ。引っ越し先でもそうだったからね。だから私、自分がサトシ君と同じ状況になったと知った時、私は仲間に打ち明けるのなんかやめようってね。だってどうせ誰も助けてくれないし、助けられないもの。なら同情なんて気がめいるだけなんだよ。せめて学校にいる間くらい楽しく過ごした方が気が紛れていいかもしれないもの。実際みんなと楽しく過ごす学校の時間は楽しかったよ。とっても幸せだった。あの女たちとのトラブルをわずかの時間でも忘れることができて本当によかった。サトシ君もそれに気づけていたらよかったね。そうだったなら学校での時間くらいは楽しく過ごせて、あそこまで心を追い詰めずに済んだかもしれない。どうせ自らの手でおばを殴り殺す以外に解決方法はなかったのだし。転校してきたばかりで村のこともほとんど覚えていない私には、サトシ君をどう助けてあげればいいか、できるのは話を聞いてあげて少しでも心を軽くしてあげるだけ。でもそれ以上に助けることができたのかもしれないし、
私もその努力を怠っていたかもしれない。それなのに昭和57年の私はサトシ君と仲間のつもりだったんだよね。よくわかったぜ、レナ。昭和57年のことはよくわかった。ん？こいつらが白状だったってこともわかったさ。でもよ、サトコだって言ったろ？こいつらはみんな自分の罪に気がついた。後悔した。だから今度は違うはずだ。今度は仲間の苦しみを真に理解して助けてくれるはずなんだ。去年いなかった人に言われても信憑性ないね。ああそうだ、俺は去年いなかった。だから残念だぜ。去年の俺がもしここにいたならば、サトシのために絶対に戦った。嘘だ。嘘じゃねえ。俺は木南沢に来てからどれだけ仲間がかけがえのないものかを知った。だからそんな仲間たちを救うためなら俺はどこまでも戦うぜ。サトコやサトシをいじめるおばがそんなにもうぜえやつなら、サトシになんかもったいねえ。この俺が叩き殺してやった。ものの1500秒でだ。躊躇なんかしねえぞ、速攻だ。学校の倉庫あたりから金属バットの一本もちょろまかして即ぶっ殺してた。口先だけならどうとでも言えるね。人を殺すのにどれだけの思い切りがいるかも知らないくせに。知らねえし知る必要もねえな。仲間を救う以上の義務がどこにあるってんだ。ケイチ君は全然わかってない。
殺すことがどれだけ汚らわしい行為で、どれだけ自らを美化しようとも決して振り払えない汚れであることを分かってない？そうだな。確かに仲間を救うためでも直ちに人殺しってのは短絡的すぎるよな。レナの言い分に相反するようで悪いけど、悪いことに悪いことで立ち向かうってのは多分うまくいかないようにできていると思うんだ。仲間のためなら人殺しだって厭わないその精神だけは立派だと思う。だけどな、悪いことで得た平穏ってのは絶対に長く続いたりしないんだ。それを人は本能的に知ってるから悪いことを嫌うんじゃないかと思うんだ。何それ？ケイチ君が何を口走ってるのかよくわかんないよ。すまん、俺も自分で何を言ってるのか意味が分からなくなった。でもレナは分かってるはずだ。だから自らの手を汚すほかなかった運命を、助けて欲しかった俺たちを嘆いてるんじゃないか。レナは殺人者になんかなりたくなかったんだ。これが最善の選択だったなんて絶対嘘なんだ。だからさっきからずっと泣き続けているんじゃないか。嘘かどうかはお前が一番知ってるんじゃねえか。最初から後悔してるんだろ。たとえ誰にも知られることなく死体を隠せたとしたって、一生両手についた血は落とせないんだ。そんな十字架を背負って生きていく苦痛をどうやってごまかす。一つしかない。これしか方法がなかったと思い込むことだけじゃないか。それはつまり仲間に相談する価値がないって思うこと、仲間を一生否定し続けるってことだぞ。レナにとって俺たちはその手違うだろう。本当に助け合える関係なのが仲間だってことを一番最初から信じてたんだろ。確かに去年の仲間たちはまだ未熟だった。だからサトシを不幸な運命から救えなかった。でも人は成長するんだ。ミスは二度と犯さないし、後悔は二度と繰り返さない。だから信じろ。俺たちは仲間だ。お前の一番の味方なんだ。
つまりそれは私も未熟だったってこと？そうだ。仲間たちが日々成長していることを信じられなかったレナも未熟だ。だがそれを責める気はないぜ。俺たちだってレナが一人悩むのを今日まで気づけなかった。人は語り合うことでしか胸の内を明かせない。だから今日のこの場までは仕方がなかったことかもしれない。そういう意味では言いたくはないが、今日という日がレナにとって最善の選択の向こうにあったことを認めざるを得ないかもしれない。でも俺たちは今この場になってようやく胸の内を全て語り合った。レナが去年からずっと持っていた不信感も、俺たちが持っていた後悔も全部吐き出し合った。だから俺たちは今こそようやく本当の意味での仲間になれたんだよ。本当に今更だね。いつも罪は手遅れになってから気づかされる。そうでもねえさ。例えば俺は仲間であるレナの今回のこの出来事を理解できる。理解できるって。人の命を奪うのは許されることじゃないっていう道徳的なことはもちろん理解している。でもそれを理解した上で仲間であるレナがこうするほかなかったことを理解する。だから俺はレナを汚らわしいと思わないし、恐ろしいとも思わない。次に同じようなことがあったら今度はこういう結果にならないように悩み合おう。だけど、すでに起こってしまったこの出来事を、俺は理解する。理解ってのは、つまり、許すということだ。俺は、レナのこの行為を、否定したりしない。俺はレナのやったこの出来事を受け入れる。これしかどうしようもなくて悩み抜いた上で至った最後の最後の手段だったってことを受け入れる。だから俺はレナに協力しようと思う。もちろん殺した理由が金目当てだとかそんなくだらねえのだったら警察へ叩き出してやってるぜ。だけどな、レナはそんな気持ちでやったんじゃない。どうしてもどうしても逃げられなくて悩み抜いた末に至った今日なんだ。レナの罪はそこに至るまでに俺たちに相談しなかったこと。だけどそれを俺は許す。だから今日に至ったその行為も俺は許す。
圭一。だからみんなもレナも今日に至るまでそれに気づけず、レナを一人で悩ませた俺を許してくれ。それが今日を招いた俺の罪だ。圭一さん、このヤバい袋の山を知ったのは俺たちだけだ。俺たち全員が秘密にすればそれでおしまいだ。レナは何も気にすることはない。最初の予定通りにこの袋をどこかに隠しちまおうぜ。そして全員で塩でお清めでもして一丁上がりだ。そしたら俺たちは全ての罪を許し合おう。そして取り戻そうぜ、本当に平穏な日々を。これだろう。レナが本当に選びたかった未来ってやつは、こっちなんだろう。最善の選択肢は、認めろ。こっちが本当にレナが来たかった世界なんだよ。レナが本当に選びたかった選択肢なんだよ。確かにこの選択肢はレナ一人だけじゃ選べない。レナと俺たちが互いに手を差し伸べ合ってしか選べないんだ。つまり俺だけが差し伸べても意味がないんだよ。俺だけじゃない、みんなが差し伸べる。だからレナ、お前も手を伸ばせ。それで互いに手をつかみ合って、初めてお前は本当に選びたかった選択肢の向こうの世界に行けるんだよ。圭一君の言葉は本当なら嬉しいよ。でも今もそうだとは限らないよ。リカちゃん、レナは決して汚れてなんかいない。あなたは決して屈しなかった。そしてこんなにも泥だらけになりながら、今日という日をつかみ取っている。そんなあなたをどうして私は認めずにいられるのか。
逃れられない不幸の迷宮に飲まれ、全てに失望する堕落の心地よさを知っている。だからこそ、たった一人で屈することなく戦い続け、今日を得たあなたのたくましさが理解、そんなあなたが身近にいることを誇りに思う。私も圭一と同じ。あなたの罪を許す。だからあなたも私の罪を許してほしい。リカちゃん。私は無力な小娘だけれど、きっと戦えた。自分も運命に屈しない。レナのように戦う。だから私をあなたの仲間として許してもらい。私もリカも両親を失って一人ぼっちですけれど、今日までそれを嘆いたことはありませんでしたよ。皆さんという仲間という家族がいたから。私はこれからも皆さんとレナさんと仲間という名の家族で、家族同士だからこそ時には全てを打ち明け合うのは当然ですわ。だから今日はいいきっかけになったと思ってますの。愛の罪を許し合う機会が恵まれたことに感謝いたしましたよ。仲間という名の家族か。さとこにしちゃいい例えだな。レナさんの罪を許しますわ。どうか私の罪も許してくださいませ。仲間の大切さを語るのは部長である私の役目だと思ってただけに、いやはや私も部長失格かななんて。ミオ、ごめん、ふざけたね。
レナの境遇を察しなかったことを仲間として部長として恥じるよ。許してほしい。もちろんレナが私たちに相談しなかったことも許すよ。それは私が打ち明けるに足る存在じゃなかったってことだからね。私はリーダーであらねばと日々努力しているはずなのに全然至ってなかった。その未熟さは私の責任だから、レナの罪を許す。レナ、俺たちは全員手を重ねて差し伸べたぞ。こっちは全部揃った。あとはお前だけなんだ。手を伸ばせ。こっちへ来い。お前が本当に来たかった世界はこっちなんだ。もう手は全員が差し伸べてる。あとはレナだけなんだ。だからためらうな。レナは人殺しだよ。きっとみんなに迷惑をかけるよ。レナ、私たちは。リカちゃん、もう余計なことは言わなくていい。俺たちは全員で手を重ねて差し伸べている。この事実にこれ以上上塗りする言葉は何も必要ない。だからレナにだって言葉はいらないんだ。ただ黙ってこっちへ手を伸ばせばいいんだ。来いレナ。夢とか幻とかじゃない。ましてや手遅れでもなんでもない。レナにはまだ選べる選択肢が残ってるんだ。だから選べ。間に合う。来るんだ。俺たちはやり直せるんだ。
よっしゃ、みんなお疲れさん。これでおしまいだね。帰ろ帰ろ。おい、レナ。
あ、ごめん。ちょっと熱が出ちゃったみたいで、なんかぼーっとする。レナ、今日は帰ったらゆっくり休め。うん、ありがとう。そうするね。レナ、私たちはもう全部許し合ったんだよ。自分を責めちゃダメだからね。やっぱりみんなの言う通りだったよ。何がだ？やっぱり私、自分を騙せてなんかなかった。どう自分の行為を美化したって、私は心の中で恐ろしいことをしたと怯えていた。みんなに助けてもらってここまで来てこんななんだもん。もしみんなと会わずに一人で全てを片付けていたら、私は耐えきれず潰されてしまったかもしれない。明日からなんだけどさ、みんな揃って今日のことを忘れるのがいいと思うんだけど、どう思う？そうですわね。それが一番レナさんにとって優しいことになると思いますわ。レナは強い人です。僕たちがそう振る舞えばレナもそう振る舞ってくれますですよ。振る舞いもずっと続けてれば本当になるっていうもんな。語らないことでそのうち私たちは忘れていくよ。そして完全に忘れきった時が私たちのゴールだね。おそらくその日は
一生かけて来るか来ないかを探ることになると思いますです。そうかもしれませんわね。簡単に忘れられることではありませんでしたよ。仮に生涯忘れられなくてもいい。大切なのは最後まで全員の胸にしまって秘めておくことなんじゃないかと思う。思い出させない方が大事だからね。じゃあな、みんな。明日また学校で。いつもの通りに。いつもの通りに。いつも通りにトラップに引っかかり遊ばせですわね。じゃあね、ケイちゃん。ただいま。あれ？